ロン YouTube イエス時間の鬼まむしこと沢しげみです。あなたの大切なものは時間です。さて今日も、話をしていきたいと思うんですけれども、茂木健一郎先生が最近こんなことをおっしゃっていて、まあ、嫌いな人とかが来たり、それと話したり、まあ、嫌いなものとか苦手なものが現れた時に、それはチャンスだっていう話をされてるんですけど、それなんでチャンスかっていうと、まあ、普通はね、ピンチだったりね、こう、嫌だなって思うんですけど、それをチャンスを捉えることができたらすごい得ですよと、なぜならば、っていうか、まあ、茂木さんの話は、それはですね、まあ、苦手なことだと、ちょっと頑張ってチャレンジしなきゃいけないじゃないですか。で、そしたら、まあ、もともと苦手だったから下手なわけですよ。そしたらちょっと頑張ったら、まあ、成功する確率が高いんですね。で、しかもそれを人に見られていなければ、要は、今まで、まあ、例えば、ね、100点満点中5点くらいしかできてませんでしたっていうものが、ちょっとやったら、まあ、6点とか7点になるわけじゃないですか。苦手なんだから。ね、苦手だから、まあ、50点くらいまではすぐ上がる余地があるわけですよ。そしたら、その、今まで5点だと2点も上がったと、これ嬉しいって言って、今までよりも、必ず、まあ、成功するわけですよね。したら、脳の中の神経系の、その、報酬系と言われるドーパミンの回路が出るわけです。なんでかって言うと、俺って5点くらいだよなって思ってたのに7点取れたわけですから、まあ、テストじゃなくてもですね、何でも苦手なことをやると、こう、思ったよりできたじゃんってことになるわけです。そしたら、その2点上がったら確実に自分は5点なのに7点取れたっていうのは、予想よりも上回ってるので、ドーパミンで正の報酬が出るわけですね。正の報酬が出ると、まあ、それは嬉しいと。つまり自分は成功したんだ、嬉しいんだ、幸せを捕まえたんだっていう回路がどんどんできるチャンスなんですよっていう話、そういう文脈の中でチャンスだと、苦手な人とか会ってもうチャンスだっていうふうにね言ってたんですけど、その苦手な人と会うっていうのはまたもう今からお話しするようなメリットもあって、どういうことかっていうと、私がいつもお話しさせていただいてるのは、居心地がいい状態の外側にしか自分の成長はありませんよって話なんですね。どういうことかっていうと、居心地がいいっていうのは自分の、セーフティーゾーン、安全圏内、つまり自分がすでに脳の中に獲得している思い込み、信念、そういったものの範疇だってことなんですよ。だから、これはいいことですよねって思ってることやってたら、それはいいことだよねって安心するじゃないですか。これ、悪いことだよねって思って、本当に悪いこともあるんですけど、悪いことだと思ってたんだけど本当はいいことっていっぱいあるわけじゃないですか。そう、これって悪いことだよねって、要は自分がセーフティーゾーン、自分が持ってる信念や概念の外側のことをやってみるって言ったら、これ 100% 居心地が悪いんですよ。なんか心がそわそわするんです。頭でやればいいの分かってんだけどなんかできないんだよねってことなんです。つまり頭で分かってるっていうのは、潜在、ね、意識があったら言語化できる顕在意識と言語化できない無意識があると。で、顕在意識的にはやろうかなーって言ってんだけど、潜在意識的には、いや無理無理、それ俺じゃねえから、僕はそんなことやる人間じゃありません、そんなこと恥ずかしくてできません、そんなことやったら大損害が起こります、今までやったことありません、そんなことやるあなたは、あなたの一貫性から外れてますとか、いろんな潜在意識があるわけですね。そのいろんな潜在意識があるんだけど、脳のその潜在意識の中、つまり自分の尊敬する先生がこれやった方がいいよって、いやーできねえ無理とかって思いながらも、やった方がいいよって言ってるのはやっぱやった方がいいのかなって。で、それをやってみたらめちゃくちゃ心地悪いわけです。なぜならば、自分の安全なセーフティーゾーン、自分がすでに獲得している知識や信念、思い込みの外側の行為だからです。でも、その自分が今セーフティーゾーンで、これは安全、気持ちいい、心地よい、これだったらやってもいい、これが私だって思っていることだけしていて、なりたい、本当になりたい自分になれるんですかって言ったら、それノーなんです。なぜならば、今自分が肯定しているこの価値観だけで行動していたら、そういう行動しか生まれないわけですよ。ということは、今までの延長線上の自分にしかなれないわけです。今まで順当にちょっとずつ、まあ、お金の話をした方が分かりやすいに言いますけど、まあ、こうやってだんだん給料が上がってね、こういう自分なんですって思うじゃないですか。その延長線上にしかいけないんです。その自分の今すでに持っている正しいと思う価値観に基づいて行動しているだけじゃ。だから、その外側、の行動をしてみなきゃいけないっていうのが、まあ、いろんな本を先輩方のですね、まあ、本を読むと書いてあると。それを一言で集約すると、極論、自分が心地よくないと思う行動をしろっ
ていうことなんですね。心地いいことはもういいんです。なぜならばもうできちゃうから、勝手にやるから、ね、眠いから寝るって誰でもするでしょ。でも眠いから寝る、それは寝るのは必要ですからしますよ。でもそう、眠いから今日20時間寝るってずっと続けてった人は、なりたい自分になれますか？ここで質問です。なりたい自分。まあ、お金が一番わかりやすいんで、まあ、いくら欲しいですかとかって聞くじゃないですか。聞いたら大体みんなこう言うんですよ。いや、私は今、年収1000万円くらいなんで、うん、年収2000万くらいになりたいですね。じゃあこう聞きますよ。じゃああなたは年収2000万円になったら、満足なんですね、と。いや、2000万円じゃ、いや、月収2000万円だったら満足だな。いや、月収2000万円。じゃあ月収2000万円だったら満足するんですね。いや、やっぱ1億円、月収1億円くらいあったらいいよね、って。わかりましたって。じゃあ、いくらですかと。じゃあ、100億円と。え、年収ですか月収ですか。じゃあ、まあ、あればいいんで、月収100億円でと。わかりました。あなた、月収100億円が欲しいんですね、と。いや、もう、欲しいですよ。欲しいです。じゃあ、本当に欲しいんですね。いや、本当に欲しいですよ。じゃあ、あなたが今やっている、その価値観や行動の、まあ、端的に言うと職業の延長線上で、月収100億円が得られる可能性は 1% でもありますか、と。これ、まあ、私もそうだったですけど、そう質問を受けた時に気づくんですね。あ、1% もないと。どんなに頑張っても生きてる間に絶対できない。100億円欲しいって言ってるのは、これは、要は、慣れないことが分かってやってる、まあ、なんていうか、自己矛盾なんだと、いうのに気づいたわけですよ。そうなんです。気づくんです。で、本当に100億円欲しいのかって聞かれたら、いや、やっぱ欲しいですね。いや、本当はいりません。本当は私は、年収2000万円でいいんです。それでもう、家族困りません。もう一生2000万円のまま、そのままいいんですと。海外旅行も年に1回も行かないくらいでいいですとか。って言うんだったらそれでいいですし、年収2000万くらいだったら今のね、働きの延長線上で多分行くかもしれないです。でも、おそらく年収2000万以上はちょっと多分無理、難しいですよね。無理じゃないと思いますけど。まあ、例えばね、政務次官になって、まあ、その後いろんな企業を渡り歩くとかやればもう、まあ、その時でも年収2000万くらいなのかな。ね、公務員で、まあ、その他、お金に換算されないいろんなね、権力とかメリットが手に入るっていうのはあると思いますけど、少なくとも絶対100億円は手に入りませんと。で、まあ、僕は口では100億円欲しいと言ってるけれども、絶対できない、つまり自分の行動が 100% 達成できないような行動の延長線上にいるのに、そんなこと言ってたのかっていうのに気づいたわけです。じゃあ、世の中に100億円手に入れてる人もいるわけですから、そういう方法、つまり自分が行きたい島に向かっていく船、例えばビジネスモデルだったり人生の考え方だったり、それが船に例えられるんですけど、自分が行きたい島に行ける船に乗ってないにもかかわらず、あの島に行きたいって言ってるってことなんですよね。そんで本当に行きたいんだったら今すぐその船を乗り換えなきゃいけないんです。その島に行ける船に。つまり考え方、根本的な考え方だったり、職業だったり、自分の人生や周りや友達だったり、こういろんな条件を変えなきゃいけない。つまり、行ける船に乗らなきゃいけないんですね。そういう決断をしなきゃいけないというのに、まあ気づいて、まあ私はそれを見てですね。まあ今はもう1兆円、10兆円、行ける可能性のある船に乗って一生懸命漕いでるんですけど、まあそういった夢をですね、こういった先輩方の本を読みながら、もしくはですね、今これを見ていらっしゃる先輩のお力添えを借りて、私も頑張っていきたいと思うんですが、まずはここから。まずはこの、脳という小宇宙の中をですね、改革、改善していって、そういった行動ができるようにしていきたいと思います。今日も最後までお話聞いていただいてありがとうございました。イエス！